どうも皆さんこんにちは。はい、大宮まりでございます。はい、ですね。それでは今回も読書レビューの方、やらせていただきたいと思います。それでは今回紹介するのはこちらの、アンソロジーの狼プラス彼氏野獣が君臨する世界でございます。はい。ですね。それでこちらですね。ちょっとブックカバーのないカバーのついてない、本でして。まあね、ちょっとね、そういうわけで、ちょっとダイソーのクリアの、ちょっと、なんていうんですかね、カバー、ブックカバーを付けさせて、レビューさせていただいております。はい。そこだけちょっとご了承ください。でですね、まあこちら、一応、まあ前、なんて言ったんですかね、まあ前作がありまして、まあね、それがね、こちらのね、狼プラス彼氏ですね。はい。で、こちらのね、まあなんていうんですかね、続編というか、続きものになっておりまして、まあね、こちらも踏まえつつ、まあ、こちらメインで、レビューさせていただきたいなと、そういうふうに思います。はい。でね、まあ、なんて言ったんですか、まあ、ジャンル、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、なんて言ったらいいんだ、こういうのあんまり私は読んだことないんで、ちょっとジャンル分け、なんて言ったらいいのかな、ちょっとわからないんですけど、まあね、内容としましては、まあね、こちらはね、まあ、一応、なんて言ったらいいこう、結構ね、こういう、プラス彼氏っていう感じで、なんか系統ものとしてあるらしくて、まあね、その中の、1シリーズって言ったらいいのかな。まあね、そういう感じの作品でして、まあ、一応ね、内容としましては、その、読者自身が、この、作中に登場する、狼の、彼女になって、まあ、なんていうんですかね、その、恋愛、狼の彼氏と恋愛する体験を追体験していく。そういう風な内容になっております。でですね、ちなみにですね、こちら、ちょっとね、もう一回見てもらいたいんですけど、この分厚さ、わかりますかね？この分厚さ。これですよ。で、前作がこちらなんで、このボリュームの量。で、しかも、こちら内容なんですけど、まあね、狼って言ってもね、やっぱり狼の、まあ、擬人化って言ったらいいかな？というとね、やっぱりどうしてもね、獣耳とか、っていうのがね、だんだんね、混じっているんじゃないのっていうね、話になると思うんですけど、こちらね、一切そういうのなくて、完全に、何て言ったらいいのかな？まあ私、まあね、ちょっと個人的解釈もちょっと踏まえつつなんですけど、まあね、簡単に言うと、獣ですね。獣しかできません。はい。まあ、いわゆる獣人しか出てこないって感じです。なんでね、まあそういう、なんですかね。獣系好きな方とかだったらね、もう安心して読める内容になってます。しかも全部狼です。ね。しかもこれですよ、これ。この本編の数。これだけ入ってますからね。はい。で、ね、さらにすごいのが、まあね、狼って言ってもね、はい、やっぱり皆さんね、狼ってどうしても灰色とか、森林とか、あ、そういうちょっとね、ふわっとしたイメージっていうのがね、主な、なんていうかね、抱いてる感情かなっていうふうに思うんですけど、こちらね、そういうの、そこら辺もすごいね、言及っていうか、しっかり言及されておりまして、まあね、その作品ごとに、狼の種族が決まってるんですね。なんでね、もうね、本当私自身もね、狼は好きなんですけど、まあね、本当ね、さっき言ったみたいに灰色とか死人とか、そういうね、なんかふわっとしたイメージしか持ってなかったんですけど、ここら辺ね、すごいね、たくさんね、いろんな種類の狼がモチーフの獣さんがたくさん出てくるんでね、そこら辺もね、すごい魅力的ですし、まあね、もちろんね、まあ、恋愛を追体験するわけなんで、このね、狼たちがね、またね、イケメンなんですよ。なんて言ったらいいのかな、こうね、本当にオラオラ系みたいなとか、紳士系とか、あとはね、ちょっとね、やんちゃな幼馴染とか、あともうちょっと可愛いね、年下、なんて言ったかな、ペット系男子みたいな、ね、そういうね、ほんとね、いろんなね、狼がたくさん出てきてね、いやね、ほんとね、石川恋愛好きな好きとしてもね、やっぱね、人外と恋愛したいってね、願望はやっぱあるんですよ。私自身もね。なんでね、ここら辺はね、ほんとね、読んでいてすごいね、高まる内容になっております。はい。なんでね、もうほんとね、狼好きな方とかね、石川恋愛が好きな方、さらに言うと、まあ、狼、人外特に狼と、恋愛したいっていう方はね、ぜひね、読んでみてほしい内容になっております。もちろんね、こちらね、スペシャル、こっちのね、なんていうか、こっちの、続編の方はね、すごいね、内容盛りだくさんで、
ね、読み応えバッチリですし、まあね、こちらもね、こっちとはまた違ったね、作品がまたね、読めるんでね。まあね、こちらはね、ぜひね、セットで読んでみてほしい。そういうふうな内容になっております。はい。それではね、こちら2冊ですね。はい。それでは、時間の方もちょうどよろしいので、こちらで締めさせたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また別の動画でお会いいたしましょう。それと、よろしければ、チャンネル登録、高評価、まあ、さらに、よろしければ、コメント欄も、ね、でも、ぜひね、書いて、感想を送っていただけたらなと、そういうふうに思います。はい。それでは、また別の動画でお会いいたしましょう。あなたのもとに素敵な本の出会いがあることを、大宮まりがお送りいたしました。さよなら。